ごちちちち注意。このアンダーテイル実況は天使と悪魔で二つのルートを目指す動画となっております。攻略動画は一切見ず皆様のコメントを頼りに進めていきますのでアドバイスお願いします。悪魔ルートは途中で挫折する恐れがありますのでご了承ください。こんにちは。またこいつからかよ。てかなんでまた遺跡の中にいるんだよ。これさ、また余ってなかったみたいでさ、また悪魔になりきれてなかったみたいでさ、トリエルを全開まで満たした後に一撃でとどめを刺して本当の悪魔になれるみたいでさ。俺だから画面に近づいてくんなって。こんな気弱そう。おい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 、こいらをにくりってもらっちゃ困るぜ。だからってちゃんと G ルートに進んでたんだからやり直し必要なんて全くないだろ。もうあんな残酷なシーン何回も見たくねえよ。はい、気が弱い悪魔です。ついに認めたな。いや、それにしても今回もアンテ実況の更新早いじゃねえか。いや、今回も皆さん頑張りすぎですよ。皆さん、ここのチャンネル登録書かないと失踪するの知ってんだよ。今スマブラが失踪の危機を迎えておりますね。これでダーズと戦わなくて済みますね。最高齢となりました。失踪したら〇〇のコーナー。いつからコーナー化したんだよ。包丁は投げてはいけません。包丁飲んでください。包丁は飲み物ではありません。包丁失踪者。いや、すげえ名がついたな。ご覧をください。どうぞどうぞ。ちょっと。暗黒チャンネルは引きトイレの宮というチャンネル名にしますよ。最後の和式トイレマニアだけは検討させていただくということで検討すんなよ。それじゃあ実況スタート。あ、悪魔ルート見たくない人もいると思うので概要欄に時間記載しておきますね。第五人格のイラストですね。逃げる鬼嫁がめちゃめちゃ可愛い。ハンターは白黒無常だね。イラストありがとうございます。兄ちゃん人間に作るの？人間と会うときはよそ行きの格好しなきゃいけないから、それかせめてご近所行きの格好ぐらいはしないと。お前その服しか持ってないだろ。そうだけど、でも髪型は変えられるよ。いや無理だろ。そうか、そうだな。ところでちょっとあっちを見てみろよ。どうもこんにちは、悪魔です。あくまでも挨拶は欠かさない。ポンコツ悪魔。誰がポンコツで、この世界を支配する予定のものです。どうぞお見知りおきを。途中で挫折する未来が見えます。うるせえぜ占い師さ。あ、その動き前回の動画で見たんでもう大丈夫ですよ。しっかり前回の動画チェックしてんじゃねえよ。兄ちゃん、どうしよう。目が回る、どこを見ればいいの？よく見ろって。どうも特人もです。隠しちゃったよ。さすが悪魔だな。どっちかじればたちまちあの領域だよ。あの岩がどうかしたの？見ろよ、岩の前になんか立ってるぜ。あれ何？何なの？岩ではないな。岩じゃない？ってことは必然的に。あれは人間ってことになるぞ。おほん、おい人間。よく聞け、これから貴様を楽しいお祭りに招待してやる。危険がいっぱい、パズルがいっぱい、蓋を開けてのお楽しみだ。例えば牢屋に監禁されたり、他にもレクリエーション盛りだくさん。おやつも出るよ。覚悟しておけ。にゃはははは。あんた本当に、笑わないんだな。特人も見表情などありませんから。なんか動いたか、気のせいか。俺はよ、動いてるもんにしか見えんのよ。なんだ、急に体が震えて止まらねえ。おい、誰かいんのか。バンドを見に来ておふさられた。はーい、じゃあなでなでしてあげまぜー。めっちゃうざいんですけど。これがレベル6の力だ。お前の攻撃方法は前回の動画でチェック済みなんだよな。追いつきたねえぞ。悪魔に綺麗も汚いもねえんだよ。バンドは何も見つけられないようだ。ほらほらほら、ここだよー。バンドー。俺の相手にもならなかったみたいだな。きっと骨っこジャーキーの効果が切れてたんだ。骨っこジャーキー並もんだよ。それより、さっきの人間。俺あいつのこと知ってるっけ？いや、おいらに聞かれても。自分でわかんないのか？いや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 。わかんないわけないでしょ。兄ちゃんがわかってるか確認しただけ。俺は自分が何を把握し、何を把握してないかちゃんと把握してる。ということを把握しているのだ。もうこいつ自分で何言ってるかわかんなくなってるだろ。うっそう、人間がやってきたぞ。ここは父さん。我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。このパズルはなかなか、ショッキングだ。おいおいおい、パピウスがまだ喋ってるだろ。何しろその名も。これはショック、あまりにショッキングすぎる。俺様が生まれ育った国では、パズルにはとりあえず引っかかってあげるのが昔からの習わしで。とりあえず、一回戻ってもらって。おい、近いって。くど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 、こいつは何が言いたいんだ。はぁ、どうせならパズルが好きな人間がよかったな。ほらもうパピウス全然楽しそうじゃないよ。俺には関係ない。騙されたふりしてくれたら、パピウスは喜ぶのに。あ、もうサンズさんもお前のこと見限ってるわ。なんで俺様があの兄弟のご機嫌を取らなきゃならないんだよ。逃げて石ころじゃなくて雪玉蹴ってる。これ雪だるまにもらった雪玉とくっつけてまた雪だるまにしてやればいいんじゃないの。それじゃ意味ないだろ。あ、何落ちたんだね。すっしょ。今絶対焦ってたよな。緑、ボールを気遣う優しい心が勝利の味をもたらす。息もルド手に入れた。え、もしかしてボールに気遣っちゃった。これ G ルートいける。大丈夫。いらねえよ。雪の塊だ。ねえねえ、これ大丈夫かな。またやり直しとかなんない。もうどんだけ気弱いのよ。匂いの危険レベル。雪の匂い、雪だるま危険レベル白、時々黄色になることも。怪しくない匂い、子犬、危険レベル青、地面の転げ回る匂い、変な匂い、人間、危険レベル緑、絶対に始末すること。ハニー。ダーリン。いやもう何言ってんのか全然わかんねえ。ヒヤリハットのイラストだー。真ん中にこれを描いた人はポンコツチャンネルが好きそうだってのがまたいいな。イラストありがとうございます。おい人間、覚悟はできてるだろうな。お前こそ覚悟はできてるんだろうな。兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろ、地面に。大丈夫、こいつを無視できる奴は絶対にいないぜ。え、なんだあの神奇勢、こんなん無視だ無視。兄ちゃん、素通りされちゃったよ。あれ？やっぱり今月号のお子様チャレンジの方が良かったかな。何？お子様チャレンジ？兄ちゃんと意見が合うなんて珍しいな。あ、パピウス行っちゃった。そっか、あんた文字探しは好きじゃないんだな。実を言うとおいらもさ、4コマ漫画の方が面白い。あれが何だったかくらいは見ておいてやるよ。気になってんじゃん。前回の動画はここまでやってなかったから一応だよ、一応。
パピウスの書き置きだ。おい人間、このスパゲティを食べやがれください。貴様は知らないだろうが、これは罠だ。まんまと引っかかったな。食べるのに夢中になって先へ進めなくなるぞ。またしても偉大なるパピウス様のドッキリにハマったな。なははのは、パピウス、この目も描いたらダメだろ。こんなん見たら絶対このパスタ食わないよな。電子レーンをお待ちの分で、皆さん大変お待たせいたしました。諦させんな。おいらもやくビジネス始めてみたよ。フライドスノー、ゴゴルドドッキリだ。ゴゴルドなら買います。天使ですから。なぜ天使関係あんの。おいらゴゴルドって言った。50ゴールドの間違いだ。ゴゴルドって言ったよ。いらねえよ。だよな。それでもまだ安すぎだ。天使霊夢途中から素が出てましたけど、天使霊夢50ゴールドも持ってないもん。客今さらグリグリしても無駄だ。それを言うならグリグリだろ。天使霊夢ホールインワン。いや何回も蹴ってたよね。黄色狙った的は決して外さず、ボールの悪事に終止符を打つ。3ゴールド手に入れた。おい人間、覚悟はできてるだろうな。争いはおやめなさい。後に開いてるわ。兄ちゃん、パズルはどこ。そこにあるだろ、地面に。大丈夫、こいつを突破できる奴はいないぜ。ここはスルーするところですよね。ちゃんとパピウスのパズルに付き合ってあげなきゃダメでしょが。兄ちゃん、完全にスルーされたよ。あれ？やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何？クロスワード？引き付けならない出現だ。俺様に言わせれば、お子様チャレンジのパズルより難しいものはない。お前本気で言ってんのか？あんなのは観光用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様はどう思う？どちらの方が難しい？お子様チャレンジなんだよ、観光用なんだよ。おい天使設定守れって。二人ともどうかしてる。クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部の四角に Z と書けばいい。だってクロスワードのマスを見てると居眠りしちゃうからな。いやあ、はっはっはっは。こっちのパピウスは楽しそうで何より。天使として当たり前のことをしてるだけです。まあ、パピウスの頭は普通じゃないからな。昨日なんてあいつも知らない男を落としたんだぜ。マリサと一緒ですね。私そんな頭おかしいことしないわ。じゃあちょっとこのパズルでも解いてみましょうかね。秋、冬、春、夏、モンスター、スケルトン、マーメイド、ロボット、ハマキ、タバコ、スフリアロテニペケナモ。スフリアロテニペケナモ、熱い。じゃあこちらから読んでみますね。キテヤナギッツゼミヘセンニノウフヌマコトサクス。怖い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 。昔のゲームのパスワードみたいになってんぞ。気のせいかわかりませんが、ここに試すことって書いてあるんですよね。あとここに靴箱と書かれてるのも気になります。気になんねえよ。つまり靴箱の匂いを嗅いで試せってことか。いや、じゃあなんで最初に文字消してったんだよ。あーなんか知らねえたのか。ここにスタバという文字も。これスタハですけど、きっと心優しい視聴者さんが教えてくれるさ。大混乱すぎる。犬同士の結婚に注意。なんかあるってことを全く隠そうとしてないですね。さっきのパズル解けなかったお前が何を言う。なんか赤く印がついてるぞ。なんか赤く印がついてるぞ。それ今私が言ったんですけど。え、そうでしたっけ。お前天使キャラ忘れすぎだろ。雪の中にスイッチが隠れている。カキ。こんな仕掛け私にはお茶の子さいさいですよ。ふふって笑うのサザエさんの他にもいたんだな。な、何かが向こうから来ます。これがさっき看板に書いてあった犬のことじゃねえか。結婚に注意って何のことだ。なんか匂うす。匂いの元はどこさ。匂いの元に潰す。正体を表しな。だからすぐ混ざろうとすな。なかなか難しい動きしやがりますね。うむ、匂いの元はここっす。マークしたくなるっす。マークしてやるさ。犬サッツーが襲ってきた。犬なんてなでなでしてれば楽勝っしょ。犬スがオスで犬サがメスってところか。はい、なでなでしてあげましょうね。犬サはこちらの匂いを警戒して撫でさせてくれない。人間の匂いがするっす。うちの亭主に何の用さ。霊夢から人間の匂いがしてるからダメだってよ。それはどうにもならないだろ。犬スの方も完全にお前のことを疑ってるしな。やっぱりここは女の方を先に手なずけるべきじゃないのか。犬たちは気の緩い甘い言葉をささやき合っている。イチャイチャしてんじゃねえよ。あ、イチャイチャしちゃってやだ。もうせよ。旦那のまたクンクンしてやるわ。犬たちはもう一度匂いを嗅いだ。やっぱり不思議な匂いだと思っているようだ。クン、何の匂いっす。不思議な匂いさ。逆にクンクンされ。心、精神的ダメージ。希望を捨てるな。天使霊夢、決意を力に変えるんだ。お花のフライを描いてくれました。狂気じみた感じが表現されててめっちゃいいな。ありがとうございます。あー、ヤオクを嫁に行けなくなるところでしたよ。動画も R していくところだったわ。なんでお前らはそっちに持っていくんだよ。ずっと口にまみれて転げ回った。体から変な子犬のような匂いがする。人間の尻尾を踏みつけてやるっす。人間にも尻尾があるさ。お、これで霊夢も犬になれたんじゃないか。転げ回って体が泥だらけですよ。およき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 、帰ったらシャワー入れてやるからな。気を返すな天使だ。そういう時だけ天使も気出すな。犬たちにもう一度こちらの匂いを嗅がせてみたら。え、またあの恥ずかしい思いをしなきゃいけないんですか。天使霊夢は返するためだ。犬たちはもう一度匂いを嗅いだ。地面に転げ回ったので匂い対策は万全だった。わわわん、この匂いはあんた子犬ちゃんなのさ。なんと抑止力。でもこれで向こうに霊夢が犬だって認識させることができただろ。警戒心が解けたから撫でることができるようになったんじゃないか。犬たちはこちらお前の中犬だと思っているようだ。さあ、手撫で撫でしてあげまちからね。犬さん撫でた。俺も撫でてほしいっす。犬を撫でる犬、ワンダフル。ふ面白いダジャレですこと。大して面白くなかったですけど。あの顔はバカにしてる顔だ。本心じゃねえ。キラキラ女ってたしな。犬たちは次のお花すりすりコンテストに向けて練習している。マリサ、うちらもお花すりすりコンテスト出ましょうよ。金を積まれても嫌なんですけど。犬たちはもう匂いに問題がないことを確認済みだ。お前何回またクンクンさせんのよ。いや、決して癖になってるとかではないですからね。絶対絶対違いますからね。礼すればするほど怪しくなってくるんだよな。クンクンさせたかったです。構成は絶対違うと思うぞ。犬たちはあの振り回してお互いを守っている。犬草もなでなでしてもらいたかったんですよね。フランも中川大志くんになでなでしてもらいたいぞ。フランの願望は聞いとらん。わん、子犬になでられたっす。私もなでとくれよ。天使霊夢ちゃんモテモテじゃないですか。天使霊夢がっていうよりかは犬であるお前がモテているだけであって。犬として生きていった方がいい人生が送れるかもしれんぞ。そうだよ。犬たちのハートを掴んだ。よしもう逃げ。もうこんな場所に潜り込んじゃダメですよ。潜り込んでるのはお前の方だよ。犬が犬になでられた。その発想はなかったさ。変な犬、サンキュッス。
さようでたまどうぞ。うわ、また現れやがった。おい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 、何に退化してくれたってんだよ。ツルツルこいて198年。優勝は無理だったか。無だろう、ラジア中の輩からは俺様が排除排除。お前動物愛護団体に訴えられろ。大体スリスリコンテスト見た。俺だったら生きてるね。お前と誰がスリスリすんだよ。ゴミ袋とかいいんじゃない。スリスリスリ、ゴミ袋とスリスリなんてやだわ、ほら。イヌスー。よしあと一撃で旦那は終わりだな。こういう二人で特にの敵はどっちかがいなくなると強くなりやがったりするからな。しかも女の方が強かったりするから先に両方の方を始末するか。何それどこ情報？悪魔の勘ってやつだ。私は悪魔で悪魔ですから。悪魔でしくじですからを言ってんの。お前はセバスチャンにはなれないんだよ。よしお互いあと一撃ってどこまでダメージを与えたぞ。情報まずはお前からだ。あーイヌス、お前も少しはやり返してやれよ。あ、もうダメだ。イヌスは自爆が近いだよ。安心しろ、すぐ両方の後を追いかけさせてやるからな。はい、ということで今回はここまで。この動画が良かった人もそうでない人もチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。高評価1000件いった動画から削除に取り掛かっております。それではまた別の動画でもお会いしましょう。